サワディーカー、こんにちは。今日はですね、スワナプーム国際空港に来ております。7月1日からタイ入国の際のタイランドパスが不要となりまして、ワクチン接種をしていればコロナ前とほぼ同じ条件でタイ入国することができるようになりました。ということで、今回はスワナプーム国際空港のターミナルビルの最新情報をお届けしたいと思います。はい、それでは地下の B フロアから見ていきたいと思います。ここになんか新たなショップができてますね。ザ・ラストストップタイクラフトビアと書いてますけども、カウンターでタイの生ビールが飲めるスタンドバーみたいなショップがオープンするようです。その左手、キングパワーはまだ工事中となってます。こちら右手はエアポートリンクの乗り場となってます。ここにテイクアウトのカフェがありまして、ここずっと工事中だったのは今 AIS の SIM カードを販売しているショップができてます。そしていつもチェックするロイヤルプロジェクトショップですけども、そしてロイヤルプロジェクトショップの左隣はセブンイレブンとなってます。セブンイレブンの前にですね、タイストリートフードというこじんまりとしたレストランがオープンしてます。でそのレストランの左斜め前はマッサージ屋がオープンしてます。これも前回3月の時はありましたね。朝8時から夜10時まで営業しているようです。あと奥側は何もなさそうなので1階の方へ行ってみたいと思います。こちら今1階に来ましたけども、このパタヤフォアヒンって書いてあるこちらバスのデスクですね。次がフォアヒン行きが2時半のバスがあるようなんですけども、そのチケットを買い求める行列ができております。この荷物だとか見てますと海外からの観光客だと思われます。こちらはプライベートのツアーですね。それではこちらのフードコートでご飯を食べていきたいと思います。ロイドも、
はい、今いただきましたけども、時間帯もあるんですが、すごい人がいましたね。今ここにいますように、これ多分ベトナム人のツアーだと思うんですけども、ベトナム人のグループと中国人のグループの方々が食事されてました。それでは1階を見ていきたいと思います。やはり3月に比べまして人が多いですね。しかも外国人の旅行者と見られる方々が多くいらっしゃいます。ちょっと外に出ますけども、こちらタクシー乗り場はかなりの台数のタクシーが待機しておりますので、待たずに乗れる状態となってます。はい、それでは2階に上がってみたいと思います。はい、こちら2階の到着ロビーですけども、ずいぶん明るくなりましたね。今ちょうどスーツケースを持ったパッセンジャーの方々が出てきてます。こちら国内線の到着ロビーの方ですけども、ここも以前より人が多い感じがします。ショップもオープンしてますね。こちら3番出口付近なんですけども、かなりのパッセンジャーと、あとパッセンジャーを出迎える方々で混雑しております。国際線到着された方は4番出口付近で出られるような形となっています。はい、それでは3階のレストランがあるフロアに行きたいと思います。はい、こちらの金レストラン、こちら前回オープンしましたね。お客さんもかなり入ってますね。その隣にタイマッサージのお店がオープンしてます。タイマッサージの前には新しいカフェがオープンします。ブーツは以前もございました。あとサブウェイもございました。スタバも前回ありました。大盛況ですね。前回お客さんあまりなかったと思うんですけども、結構入ってます。ほぼほぼ満席ですね。
ここに KFC ができてますね。あとその隣がカシコン銀行となってます。これ友人のカウンターとなってますね。はい、こちら4階出発ロビーとなっておりますが、これから飛行機に搭乗されるパッセンジャーの方々が大勢います。こちらはチェックインを待つ乗客の行列ができておりますね。シンガポール航空系のスクートですね。チェックインで長蛇の列ができております。はい、今回はスワナプーム国際空港のターミナルビルの最新の様子をお届けしましたが、ほぼほぼコロナ前と変わらない状況に戻ってきております。これから日本は夏休みやお盆休みということで、タイへ来られる方が多くいらっしゃると思いますが、この動画がお役に立てれればとても嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。コプンマーカー。